あとちょっと頑張ってください。もう資料館ですからね。ではまずですね、炎が出ております。ちょうど、手をこういう形、こういう形、その真ん中のところから火が出てるんですね。これあの平和の灯火、もうここにあるものは全て世界高級平和なので、平和の何々とか何々の平和とかで、これはガスなので故障しない限りずっと燃えてます。で式典の時はその向こうが式典なので、ここのガスちょっと上げるとバーッと炎が高くなるんですね。まあ何もかもがあのちょうど中心になる形で見ていただける。まず平和の灯火、それから水、これ平和の泉と言います。あの当時水をくれ、水が飲みたい、水が欲しいと言って亡くなった方が多いので、いつでも水が取れるようにということに関して作らせていただいてます。まあこれもまた泉の様子見ておいてください。じゃあ慰霊碑ですね、行きましょう。真後ろをご覧になってください。真ん中に長い建物、左右連絡通路がありまして、建物が同じく2つあります。その3つの建物を庭園としてこちらご覧ください。ちょうどこの正面が頂点、原爆ドームなんですね。もっと分かるのはこの中央に立っていただいたら一番中央寄りでよく分かります。当時この公園の設計任されなかった5人いらっしゃいました。5人いれば5人御用で様々だったんですが、下が底辺、上が頂点の二等辺三角形、きれいに均等に取れた形で設計されてたのが丹下健三さんだったんです。それで丹下さんの設計を用いて一番最初にできたのがこの慰霊碑、埴輪型慰霊碑、真ん中にある四角いのが石棺、亡くなった方のお名前が書かれています。現在27万5360名、ちょうどはっきりよくノートの冊数が100冊入っています。で1冊だけ無記名です。それが無縁仏の方のためというものですね。新しく5、6年前でしたが作られました。式典は毎年この後ろになります。すごいですよ、専門業者の方がうわーっとしばかりしてバンバンバーンとピン。